ございます、カイチです。皆さんお帰りなさい。悩んでるんですよね。こっちの方のリト族がいるのかな、こっちの神獣攻めるか、それともこっちでその噂されてる剣ですね、あれを手に入れてそれからこっちへ行くのか、ちょっと迷ってますね。迷ってるんで散策するゆったり動画になるかなと思いますね。闘技場みたいになってんの。闘技場の中心になんかいない？ライネルのおっさんがいるじゃん。お、人だ人。おお、ライネルおじさん行ってきなよ。ん？はい。あ、今から行くんじゃないの？早く行ってこいよ。早く行けよ。これさ、こう上に登ってこっから登っていけるんだよね。青髪じゃん。あ、君の鳴き声なんだ。青髪よ。そう、俺だよ。なんだ、弓矢対戦か。どうかな。あ、結構減ってるな。いけ、ちょっとボタン間違えた。来いよ。力の薬飲むの忘れてた。持ってたっけ？っていうかピリ辛。あー、料理してないな。しまった、攻撃力アップ。倒せるかもしれん、倒せるかも。あー、しまった、剣変えとけよかった。壊れるわな、そりゃ。これはラッシュ入らないんだよな。あ、なんかちっちゃい敵もいるな。来ちゃう、来ちゃう。あ、変わってるかもしれない。前のステップが強いね。踏み込めるね彼は。さすが歴戦の戦士。ちょっと待って、ね、折れそうだから無心の体験間に合うか。あ、明らかに間に合ってなかったけど思うんだけど。よいしょ。お、勝てそう。甘い。お、勝ったか。おお、いいね。初めて買った。青髪武器違うよね多分。
かっこいいね、十王の剣だってさ。すれ違いざまに振り向くことで敵を真っ二つにするというか。あ、すげえ、ライネルの肝。ああ、来た。十王の弓。うん。で、なんかロード中のあのティップスでこのね、矢がね、弓がね3本飛んでくんだけど消費は1本っていうのが書いてあって、本当かなと。9でしょ。あ、本当だ。これは、これ知らんかった。3本なくなると思って全然使わなかったんだよね。いや、勝った。勝てると思わんかった。あ、そうそうそう。ぜひ、任天堂さんにね、ちょっとリクエストがあって、この敵と必ずしも戦う必要ないと思うんだよね。なんか敵の、この敵のまとめる長がいて、それとこうなんかね和平交渉みたいなのしたい、ね、それお互いにこう会釈してこう通り過ぎるみたい なんかそういうシーン見たいんだよね。もう絶対戦うでしょ絶対戦って、そんでなんかすごい悲鳴聞かない感じじゃん。キヤーとか言ってさ、フィエーって死んでいくじゃん。これあんま見たくないんだよな。これはね、必ずしも戦わないシステム。なんかここまで成熟した世界観作ってるんだったら、そこまでやってほしいよね。なんかもう戦う理由がないじゃんね。お、モリブリンさん、このヘリから上へ上がればいいの。ん、何があるの。すごい守備は万端なんだけどね。なんか あれはマーキングしたやつか。その割に何にもないの。宝箱だっけ。まあそうだよね、宝箱ぐらいないと他は何もないか。えっ、がっかりだよ。全滅させると何か上がる。やっぱ全滅じゃないね。討伐しに行くってことは、あのモンスターがお宝持ってたんかな。何してんの。へえ、すげえ。勇者です。そう、その剣をね取りに行こうかどうか迷ってんだよな。なんだろう、私の勇者さん。ナルケルの守り、いつでも使えるぜ。気になるね、依頼。なんか何してんの。気になるな、イライザさん。どこだどこだ、あったあったけど、こっちも気になる。こっち先行こう。こっちに気づいただけが、コログか、コログか。いや全然本編進まないねあれ気になるの。闘技場の上にも何かあった。これをクリアしたらちょうど1時間になるんで終了しようかなと思います。門をくぐる者。はい、そうで、スマブラの動画とかも見てて、スマブラをやる時間があるのかどうかっていうのが不安になってきましたね。だんだん11月にポケモン出ますからね。
これやれるんかなっていう。ほっすごいな。スイッチは？あれ？スイッチどこにある？スイッチ関係ないのかも。あれか。おお。まあそういうことか。ちょっと難しいな、これ。一旦出してもしょうがないんだよ。あ、そして、ああ、これくぐるんだ。なるほど。なるほど。ってことは弾持ってこないかも。これ簡単に。で、あれか。中入れると。お。なんか。よし。またややこしい。これリンク乗ったら頭ぶつけるんじゃないの。そりゃそうだ。とりあえず戻ってもらおう。上いけるんだ。へえ。あれは何？宝か。これ水で渡ったところであれにはたどり着けんだ。行こうか。いた！え？こういうこと？あー、それで門を開けないかんのか。おお、単純な単純な話。よし、このジャンプじゃ届かんってことかな。燃えないね、多分あの素材。あ、そうか、これでいいね。かっこいい。風切り場羽いった。こういうことでしょ。よし。お、ちょうど1時間。応援ありがとうございます。5位がミリポンさん、4位かきふさん、3位ヨシポンさん、2位玉の森の
トトロさん、1位ジョジョに回復中タイチチさん、その他、応援ありがとうございます。ぜひショールームの方のフォローをお願いします。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。ではまた次回の配信でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。